アンダータラフで、でちょっと補足だけ当てて、パスラインの方やけど、ここパスラインターンしてパス出すんですよ。当然ここにできるだけ出てくるのがもちろん出そうとしてるところにな、やねんけども、この間合いは近くにところにパッて出そうって、上から出そうって、近くのところにこうパスを押さえるのも一つやし、だけどこれってくぐり抜けたら出しやすいやん、バウンドパスとか。だけどそれも一つで、大体それしかやってないと思うんだけど、そのことと、それからあえていろいろこう狙ってるのと、これバウンドパスでも引っかかるこちら、この2種類があるから距離によって使えるわけ。わかった。だけど当然ここに出てしもて、そのアップスされたらっていうことがある。だから逆に言うと、リバウンダーがリバウンドを取った時にバーンと上がってくるチーム、レベルの高いチーム、大体これやってくるところが多いから、その時にはどう対応するかって言ったら、練習してるように、例えばリバウンドアタックやってくる、だからディフェンスリバウンドでバッて両手取りながら、そのままパーン100パス出したらリバウンドアタックやられへんな。わかる。それが一つと、もう一個はパッてリバウンドアタックやってくる、パッといった時に、行った時に出されへんねんなら、もうそんなことでお構いなしにセンターがプッシュ、これもう今 NBA でも主流になってきてる。そのままアウトレットとかガードにつなぐんやったらそのままいく、それのそこのことは置いといて、